出現してくださいはい,い<や>8番です,す占い師です3番が白です3番が白霊能は1周目使用してください2週目出たり2日目出たりするメリットは僕はないと思っています狩人に関しては僕目線は出てくれた方が助かるがま狩、あ、人が楽しむ分には大きくゲームには影響しないのかな有利に動くこともあるし狩人の説明がね 出た方楽だけど、<laughs> 占いに紙入らないし。ただ、狩人に関しては、楽しんでもらっても、ゲームに大きく振りになったりはしないと思っています。任せます。3番が白です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。8番さんが占いして3番に白。八8番さん狩人に出てほしい。まあ、でもどちらでもいいって一回になったけどね。 8番さん出てほしいっていうんだったら、3番さんがもし彼だとしても出てほしいのかなっていうのは思ったの。うん。八番さんに関しては。って、まあぐらいなんですけどね。まあスライド、うん、スライドはなくていいのかなって思うね。潜伏終わりにしても。うん、スライドをする理由はないと思って、初日絶対にチャットできないんでね。 口頭になっちゃうんで、前の人の意見が無駄になってしまう可能性が高いので、ね、スライドはやめてほしい、まあ。潜伏は100でありかなと思いますね。それはね、任せます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。5番さん、白8番さんに関してはレギュレーション的に狼で見ております。 ただ、8番さんの意見はその通りだと思いました。霊能は絶対1周目に出てください。9番さん、潜伏もスライドも結局同じことじゃないんですか、えー、話し合いが無駄になると思いますけどね、潜伏も。ということで、絶対出てください。カリドに関しては、えー、8番さんの意見とは若干違います。楽しんでもらってもいいというのは反対です。楽しき、自分が楽しければいいというゲームではありません。みんなで楽しむゲームです。なので、勝てるのであれば、 えー、潜伏でも構いませんカリードはね、えー、でより価値を求めるのであれば出てきてほしい占い位置を狭めたいからです3番さんに関してはまだ発言がないので分かりません9番さんは潜伏してほしいのかなとの陣がりの行為にも思いました以上です 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい発言します霊能者です霊能者です把握お願いしますそうですねあの占い師目線でカリウド出したいっていうのはもう当然だと思うんですけどまあ、別に村目線人形によってはね2-2人形2-2人形って結構意見分かれると思うんですけど他に2-2人形であれば別に潜伏でもいいかなって思ってますねカリウドに関してはね1-2だとか 一、三っていうのは、確実に出た方がいいですね。で、まあ、狩人の話っていうのは、まあ、役職からする話で、まあ、裏側話さなくてもいいかなっていうところですね。で、まあ、九番さんしか溢れるとこないんですけどうん、まあ、特に印象落ちないですね。まあ、二周目に来たいっていうところですね。で僕も人形固まって、太鼓が出るか出ないかわかんないですけど、まあ、新確定したらいいなってだけですね。以上、三番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はいえー、っと現状、21陣形ですけどもしこのあと22陣形になるようだったら3番3、えー、っと2番さんともう1人の霊能者に関しては占いの精査をしのほどし、えー、頑張ってしてほしいかなと思ってます、えー、理由は個人的には、えー、霊能ローラーにな,るなった時に自分はローラー描きたくないと思ってるんで真決め打つつもりで、えー、偽を釣りたいと思ってますなぜなら4段はしかないからね で、狩、え、人、ー、潜伏とかね、えーと、霊能の潜伏とかっていう話の精査で、オオカミかどうかって見抜けないと思ってるんで、もうそこについては自分は言及しません、えー、で、八幡さんの話の中で狩人が、えー、出た場合っていうのは、占いに紙が入らないっていう、自分の紙懸念をしてたんですよね、八幡さん自身のね。 そこはちょっと印象いいかなと思いました。9番さんは8番さんに対して3番が狩りだったらどうするんだって言ってたのは若干上げ足取りかなと思いましてね。9番さん自身、村だったらそういうことよりも8番さんの精査をし抜きでしてほしかったかなというのが印象なんで、ちょっと印象悪いですね。まあ、1番さんに関しても特に怪しい発言はなかったんで、今のところ現状フラットで見てますが、占い師の目線からすると、狼一と霊能の精査をし抜きでしてほしいかなと思ってますね。うん、なぜなら人外が占い師、神に行ったときっていうのは生存できないからね。 もう発言がひょっとしたら今日で終わるかもしれないというつもりで発言してください。以上です。四番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。ようございません。 現状、二一陣形ですねっていうところ、五、うんまあ、番さん以降で霊能が出てきた時の話なんだが、まあ、霊能ローラーから私は手をかけたいと。ただ、脳死でローラーをかけるんではなくて、発言聞いて偽,、えー、偽の可能性が高い方から釣っていきたいと思います。うん、理由としては、もし明日た、カ、えー、黒が出た場合、えー、またはカ、えー、黒が出た場合、一旦霊ローラがストップする可能性があると。カ、うん、黒だった場合は、村の意向でその黒崎か、えー、占い師のランになる可能性もある。とということで、えー 初日にレーノローラーで芯を釣ってしまった場合、下手をするとそのまま伸びて、ぴピになって、えー、しまう可能性もあることから、えー、レイローラーの場合はしっかり初日で精査して、見せ目がある方をから釣っていきたいと思っております。でサンマさんは、レーノ決め打ちたいと、盤面にもいると思うが、正直、レ、えーノ決め打つっていうまでの決定打があれば、それも賛成だが、できれば自分はその安定進行型なので、完成はしたいと思っている。うん いうところかなまだ日人形だからなんともてというところだけど、うん、正直、黒いと思った発言は現状なかった、三番さんのそこの決めつ発言、まあそれだけ様番さんは霊能の真偽を見抜く力があるのかなと思ったところ、九、うん、番さんはなんかすごいスライドの話をしていた印象があった、かなスライドをすごい警戒してる印象があった、うん、八一占い師にしては、まあ彼への出方、できれば出てほしいだったりとかっていうところでは、目線はそのおかしくないかなと思ってます。うん っていうところかなまあ形このまま続くようであればグレーから精査して、えー、グレーから詰めていきたいと私も思っております。正直、カリウドっていう話はね8番さん、1番さん、2番さんが触れるべきことであるので私はそこは触れないでおこうと思って,ますっていうところです。じゃあ2周目、番、え、目、ー、が整ってからもうちょっと頑張っていきたいと思ってます。以上です5番のプレイヤーは まずこのまま2番さんがの確定状況が続いた場合8番の時点で8番さんから彼女を出すように促していただきたいですでプラスこのまま2番の確定陣形が続くようでしたら私は9番に行こうというふうに思っています9番の、えーえー、8番への殴りがそうあの不適当だと思いました 8番,が3番8番は3番が狩人であっても出てほしいのかっていうふうな発言を残してるんですけど、3番が狩人でも出るべきですよ、8番視点は。狩人、うん、カリド出ることに越したことはないですから、そこで8番への締めを落としに来たっていう点が非常に不可解ではあり不可解でありました。現状9番に、9番で考えています。はい 僕らの話聞いてない時点で言うのもどうかとは思いましたが、現状9番で考えております。うんえー、もう1人、例ので太鼓が出た場合は、基本的にはロラーする意向では考えていますがあまりにもグレーに変な発言をする人がいれば、うん、まあ、グレー詰めという選択肢もあるかもしれませんが、まあ、ほぼほぼその場合は例のロラーということになってしまうのかなというふうに考えております。うん、はい、現状9番で考えております。以上です。6番のプレイヤーは、 皆さん、そんなに9番差ーー、そんなに黒いですかなんか僕、そんなに黒く感じないんですけど、9番差ーーは8番差に3番差カイドー,ーと出てきてほしいのっていう疑問系ですよね。それはさ、あ,あとで2周目の8番サし次第で決めるってことじゃないですか。そんなにおかしいかなって思いましたし、あの1番差も若干漏れてると思うけど、9番差は多分、あのスライドはすんなって言ってましたね。うん、だから、人外である行動ではないと思いますけどね。 ルール上スライドっていうのは無駄になるからやめてくれって言ってたわけでしょう普通だなって思って聞いてましたけど、うん、<laughs> そんなに黒いそんなにピンを推奨してたからねって僕は思ってたけどね2周目したいんじゃないかなって僕は思いますけどね僕4番は白いかなって思いましたけど、ね、4番の子達とは近かったなって感じえっ、ー、とね例のほぼほぼ例の2人間場面だったら釣りますけど僕はただ圧倒的なンが,があった場合は それあなた残しますってくらいで、基本的にはローラーしますって言ってたけどね、ン番さんみたいにもう絶対決め打つっていうタイプではないのね。てか、絶対決めてる方の要素が、どうやったら見つけられるのか、単純に教えてほしいなって思いましたけどね。僕は、その22番目の2人と勝負をしたときに、圧倒的に負けていれば、その人が。もうそしたら、この人が死んだったらいいやって思うレベルまでだったら、これは切りますけど。 うん、じゃない限りはほぼほぼローラーしますけどね。逆に言ったらそのシーンはもうローラーされるからいいやと思って、なんか適当な行動はしないでほしいっていうだけですね。うん。目線が一番下はグレーの4番さんですけど、9番さんも2周目したいかなって感じです。どちらかといって引っかかってんだったら3と5ですね。なんでそんな9番ついたいのと思ってます。7番。 のプレイヤーは発言してください、はい礼能でした。なのと、僕目線はね、1、8、1、8に振動だと思ってる、2番は強人だと思ってる、1、8振動。で、グレーの中で怪しいと思ってるのはね、えー、6、9、6A ね、9番さんっていうのは、8のたたき方がすごい不正やった。えーとうん、8番さんっていうのは、狩人に出てとは言ってない、狩人楽しんでって、狩人を自分のよ <laughs> うに好きな行動をしてっていうね、僕は捉えたんですけど、9番さんには8に狩人出てほしいって言って。 なんかすごい不自然のたたき,き方をした、そこをえっと6番さんは擁護した、ね、まあここの9は9、8、9ないからね、グ<ー>、ね、レーの中やったら9、6怪しいかなって感じで、1、8、一八は進路、どっちがどうかは分かってない、今の現状ね、えー、2周目の話聞いて、そこは精査していきたいかな、えー、僕せな、皆さん分かることは2番さんが人外だってことだよね。 2番さんは9番しか触れてない。えー、と、確かに1、8番のあの1周目で、えー、と、全然分かんないよ。僕も全然分かってないけど、2番さんはそこに触れようともしなかった、全く。うん。2番さんっていうのは。9番さんしか触れることがないって言って、1番、8番は全てすっ飛ばした。そこの2番さん偽要素で、まず。ただ、現状、僕も1番さん8番さんの真偽は全くついてないから、2周目聞いて、そこはしっかり聞いて。 決めていきたいかな。カリウトさんは出先風でいいと思います。以上です。八番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はいはい。ににですね。新郎新婦であった場合は一号の囲いロロが囲いはないかなと思いました。というのは一、えー、号まあ五番さん目線五番目線の発言で二一、えー、番目になる可能性があった。その場合五番は囲われている位置で九番を釣りをしましたね。 えと僕は6番さんと違って、まあ、9番さんっていうのは釣られやすい位置なのかなと僕は感じていった。一号のオオカミであった場合、えー、と今日どこでも釣れるんですよ。どこでも釣れるので9番を釣り寄する必要はない。9番というのは後々に SG にできる位置だから、えー、と一ごのローローで2、1番目になったとき、9番は釣りたくないと思う。まあ、現状、盤面が動いて2、2ですね。 心境振路なのか、心労振動なのか、心労振興なのかっていうのは僕メッセージはわかりませんが、経験上心労振興が多いのかなと思ってるので、それをベースに考察していきます。よいしょ。キュさんにあ回答すると、デバインスカールク。ってことですけれども、ローンもできませんね。ローンにもできません。あの、ランダム白が刺さってるので、今更ちょっとどにもできないです。っていうところです。 6番に関しては21番目になることが6番目線、えー、ありえたので4球を白気した際に7を釣らなきゃいけないんですよ6番っていうのはま釣、あ、らなきゃいけないというかそういう発言ですよね4球が白いのであればまだ7の発言もなかったけども7を釣る動きになると思うんです それってオオカミであれば自分の首を絞めてるとも言えるし、村人であってもうかつな考察だなと僕は思ったので、6番さんは少し気になっている。新郎新居だった場合、1号のロールはないと思いました。9番のプレイヤーは発言してください。ああ、なるほどね。俺6番さんすげえ白いなと思ったけどね、ちゃんと発言を聞いててくれている人だなってすげえ思ったから。うん。え、何 ?8 番さん何言ってるんですかね だから、8番さんってカリド出そうとしてたでしょっていう話。出てほしいって言ったでしょ ?3 番さんがカリドだったら出てほしいんですかって話をしてたんですよ。うん。白自分の白が刺さってるのに出てほしいんですかっていう話ね。で、1番さんも言ってたけど、俺は潜伏してほしいなんて言って、あ、潜伏は100歩譲ってもあり、スライドしてほしくないって言ったんですね。ちゃんと話を聞いてくださいね、この村に で、5番がね、すげえ気になってるかな、1番の白先のところ。4番さんっていうのは結構いい発言したかなと思う。5番さんって俺の8叩きが不当だって言ったけど、え3番さんがもし仮だったら5番さん目線に出てほしいんですかね。どうなんですかね、そこはね。ちゃんと話してください。あ、例のなら7から行きたいです。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。 まず聞き逃しならないのは8番さんは9番さんのことを SG にできるって言ったんですね。9番さんの白が透けてるんですかあなたは9番さんあだってないですよねうん。SG なんてことが出るのは狼視点の話。8番さんは狼には間違いないでしょう。9番さんを SG にできると言った以上8級はないでしょう。9番さんは8番さんを殴ってますしね。うんまあ、割と不当な殴りだったと思うし、今切れてる。9番さんはもう白で置いていいと思います。 グレーから行くなら6番さんかな。6番さんの理由は4級を白いと言った上で7番さんの話について触れるべきだった。8番さんは7黒で釣りをすべきと言ったがそれはおかしい。それは、えー、視点が欠けてる。7番さんがレ能ノで出る可能性が高かったから。 7番さんがレイノで出る可能性が高いから3号を黒すらないで勝てるかもしれませんねというところまで落とし込んでいればいいが6番さんの3号は9番さんを釣り寄せてるから黒いという発言はんちょっと安易な感じがしたえーってところかなーグレーからつんなら6番さんかな霊能ノはちょっとまあ発言順もあると思うけど7番さんに今あの偏ってるかなその新名がうんまあ発言順があると思うから2番さんはしっかり なならししてほしいかなただまだ、うん、まあ、発言順ってところが大きいだろうから、真目が低い方に入れようと思います。私の発言の後、期待しています。6番さんが4番さんを白いと言った理由もちょっとよくわかりませんね。私は確かに、霊能に関しての話は同意ではありましたが、白い、白いとまでは言い切れなかったですね。というところですね、4番さんに関しては。同意ではあれが白いとまではいい思えなかった。 3番さんに関してはなんかかっこいいなさそうな感じしますけどね。4、6どっちかじゃないかなって思いますね。9番さんは白で間違いないでしょう。ちょっと 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。一応村に言いますけど、まあ、僕は7番さんのことをほぼほぼ強人で見てますけど、まあ、霊能の内訳をどう見ようが、新郎だろうが、新境だろうが。 新郎新郎であっても、霊、えー、を釣り切った後に、占いの決め打ちに、村が勝てば勝てるんで、まあ、別に精査する必要はないと思ってるよ。うん、で、一応、まあ、ただ、偽物より先に釣られるっていうのはね、今日一応7番の結果を見たいから考察はしますけど、えー、とそうですね、まあ、気になったとこだけじゃ言いますね。<laughs> えっと、片白なんですけど、3番が、霊、えー、は決め打ちしたいっていう発言があったんですけど、 初日だけででで、決め打ててる要素って落ちないと思うんですよねで。3番さんが例決め打ちしたいってことは多分例のワシン今日で見てるって話だと思うんですけどだったら3番さんはグレー詰めてから2日目決め打ちしたらいいんじゃないかって思いましたね正直にね、うん、で、えー、とん<ー>僕グレーは最初6番だと思ってるんですよで6番さんの時点で21陣形だったわけですよ、まあ、7番さんが例が出なかったら21だったわけで6番さんが同じグレーの釣りっっぽい9番さんのカバう理が全くないんで えー、だから1番さんが6番さん黒いって目線だけは僕ちょっとげ、うーん腑に落ちなか、腑に落ちないかなって感じですね。うーん、そうっすね。あと、まあ、<laughs> 理由は違うんですけど、僕も8、9の狼ペアセットっていうのはないと思います。それは8番さんが9番さんを露骨に頑張ったから、うん、狼同士の触れ合いに全く見えなかったってところですかね。うん、僕はグレー最初6番だと思ってます。今日レノから行く進行なら7番を写ってください。以上。 3番のプレイヤーはは発言してください、はいまず2番と7番に関しては、どちらが、えー、審議かというのはついてませんね、ただ、えー、決め打つつもりでということで、つもり、えー、全体で四段はしかないので、えー、ローラーかけた場合というのは、両占い師の結果が3日分落ちることになって、そこで決め打たなきゃいけない、3日目に、その進行もあまり好きじゃないから。 どちらかといえば、シンがシンをしっかり貸し取ってくれれば、えー、グレーにも名は使えるし、占い師をミスったとしても、心霊能が生きている場合というのは、えー、占いのローラーもかけれて、グレーの精査ももう一日できるからっていう意味ですね、そこ、把握漏れしないようにお願いします。えー、で8番さんも1番さんも6番さん,番さん気になっているようですけど、自分目線っていうのは、6番さん結構白く映ってますね、えー。なぜかっていうのは、6番さんは素直な考察を述べていると思ったから、そんなにキューバの発言が気になるかって、それから、えーど 最終的に、えー、とそこを釣りをしている3と5がすごい気になってるって言ったけど、6番さん視点っていうのは、それは最もだら自分は思ってる。ただね、6番さんに言いたいのは、えー、と9番さんが8番さんに対して、3番が狩人でも、あのー、出た方がいいのっていう投げかけは、本当にね、この村にとって、えー、勝つために必要な考察かどうかっていうのは考えてほしかったね。俺、必要ないと思ってるから、だから自分目線っていうのは、9番さんのその発言はいらないと思ってるから、印象が悪いと言った。9番を釣りたいとは言ってないよ、1周目に関してはね、印象が悪いと言ったね。 だから9視点6番さんが白く見えてるのは分かったけど、えー、6が白く見えて5が怪しいという視点も分かるんだよ、ね。僕は6番さんのことを怪しんでないからね、えー、とそこも踏まえて2周目、もう1回6番さんは精査してほしいかなと思って2と7はどっちに行くか分かんないけど7番さんの発言聞いてより怪しい方に行きます8番さんも6番さん気になってて1番さんも6番さんのこと気になっているっていう視点がちょっとよく分かんなかったですね。 一番三進し点八番さんが狼だっていうことで八番さんが九番さん釣りをしてるから九番白いっていうのはわかるけど僕目線は九番さんそんなに白くないと思ってますねうーん六番さんの狼だけはないかなって現状それだけかな四番のプレイヤーは発言してください なんで8番さんの SG 発言っていうのを1番さん以外誰も触れなかったんだろうっていうのはすごい思った。俺もそれは拾ってよ。8番さんは絶対的に9番さん SG1 だからっていう発言をしたんだよ。新占いからその発言、ってか村陣営から SG1 って発言は俺出ないと思うんだよね。2週目で1番さんの新要素は俺は著しく上がったと思っている、うん、って思った。 うん、SG っていう言葉は村陣営から口が裂けても出ないと思っているよはっていうところ。新永の真議なんだけど、俺は今日、現状2番さんから行きたいと思っている。2番さんの生存意欲のなさがすごい際立ったかなと思っている。うんまあ、釣られに来てる教授前、まあ、レギュレーション的に信教、霊能は信教の可能性が高いことから、釣られに来てるのかなという印象があった。最後は偽から釣られるのは尺だからという発言をしていたが、前半の発言で、 えっと、例のの真魚はどうでもいいって発言は、新霊のから出るべき言葉じゃないと私も思った。というところから、7の発言はまだ2週目聞いていないけど、現状では2番さん見せと見ている。うん。占いに至っては、8番さんが真であった場合は、その SG、9番さんが SG1 なんちゃらって発言はすべきではないよっていうことを言っておきたいから、8が真だったら明日頑張ってねって言っとく。うん。まあ、ただ現状1ではほぼほぼ決め打ってもいいぐらいまで思ってるけどね。 あれはかなりの出現だよ、8さん。で、えっ、ー、と、他なんだろうな、ああ、で、6番さんが四番さんと考察が似ていたから白いって言われた。うん、まあ、白いって言ってくれるのはありがたいんだけれども、俺、すごい思うんだけど、考察が似てるから白いっていうのは、俺、正直どうなんだろうって思ったよ。うんうん、ただ、6番さんが、木村さん、印象悪いっていう流れをた、確か立ったよね、っていうところは印象がまあ良かったかなっていうところ。うん 黒だったらあえてそこの、ね、平等を反らす必要性がないかなっていうところ現状2からいきますよ5番のプレイヤーは発言してください8音で考えています、えー、と s j a の話がそんなに8の新目を下げている行為だとは思わないにもかかわらず、えーとまあ、1番視点から出るのはいいんですけど4番視点から出るのが非常に不可解だと思うんだけどしかも4番については1、8比べた時に1の方が圧倒的に新目っていう風な発言を残しているんだが どこをどう見て18の審議で1の方が新目だと思ったんかな別に 8, 裏8の話の筋だと、私がオオカミであれば9番 SG にできるからっていう風な発言を残しているから。なんか占われたくない感じしたよな、4番さんからは。しかし、8番が私への白塗り理由が不当であるように思った。仮に私が,が初日グレーに行く場合、9番を押したとしても、 SG にいると、例えば6番とかね、6番とか9番擁護しているわけだから、SG1 なんてなんぼでも出てくるのに、なんで私が9番釣り落としてたから白いというふうになったのか、非常に不可解であった、白竜が非常に不適切であったため、84で追っています。84のプロレスのように見えてしまった。うーん、わかる。また、えー、9番を初日黒塗りにしますし。黒1どこにしようって感じもあったっなし私があれだけなえー。 9番が8番への殴りが非常に不適切、また3番の狩人同行の話はどうでもいいといったにもかかわらず、以前9番は3番の狩人についての議論をまだひたすら続けていることから、えー、9番は村ではないかなという予想、オカミであればそこで引くという声が出てくると思うので、はい、9番はオカミではないという予想であります。現状8音で追っています。例の審議はそこまで使わないと思っていますが、8あ7の話を聞いて決めたいと思います。はい、6番。 のプレイヤーは発言してくださいもう僕はもう一回、まあ、の K バ8番に返すが、9番に関しては2周目次第じゃないかって言ってるだけで、あと皆さん、ちょっと、特に1番さんとか、はク漏れしてたよって言っただけなんですよね。うん。それで黒いんですかね、僕。<laughs> 俺、初めて聞いたんですけど、その理論。で、8番さんの SGG っていう発言は確かに僕も気になりましたよ。4番さんと一緒でね、そこに関しては。普通に気になったんで。 どちらか言えば一番しめかなって思ったけど一番三目線ってじゃあ98番が釣りをしている9と6で9は SG1 っていうか通過しろっぽいでも次6ですよね、うん、6になって書こうとしたとかいう手も全くなくなんか6番が怪しいっていうのは対抗、まあ、狼で見てんだとしたらちょっとおかしいかなと思ってるけどねうんで4番さんに言うがじゃあこのゲームさぶっちゃけっていい じゃあオカミでもそんなこと言えるよねって言ったらもう全部その通りなんですよ。うん。いやだオカミだから吸盤かぶったんじゃねえのみたいな。吸盤の色見れてんじゃねえのって全部言えるじゃん。だからどこで区切りつけるかじゃないだから俺結構区切りつけてんのは考えが同じだった人は白く見ようって思ってただけだから。うん。それだけなんだよね。まあだからそれですり寄ってきたっていうならそれはそれでどうぞと思ってますけど。 2番さんが逆に僕は結構親っぽく見えましたけどね。親っぽくはないけど、ぽ、うん、くはないけど、どちらかといったら2と7だったら7番さんの方が俺怪しく見てますけど、ね、7番さん目線で考えるときに、じゃあ、僕がわざわざ9番を守る必要性があるんですかね。うん。本当そのまんま返すんですけど。で、7番さんが僕怪しいというならば、僕が怪しい理由としてあげるなら、9番さんをかばって怪獣しようとしたっていう意見があるならわかるけど、 それすらなかったから結構7番さんが単純に流れに乗ってだけに気持ちです気持ちね声ねのプレイヤーは発言してくださいはい、はい、えっ、ー、と SG1 の話で、ね、僕はもう1番さん新規めっていいかなってぐらい、うん、8番さんシングラーやつあんな話出ないでしょうでそこをねえっ、ー、と全く拾わなかったんですよね9番さんっていうのは全く拾わなかったあそこめちゃくちゃ気になったんですけどねで9番さんまだ狩人の話でしょう で9番さんっていうのは、えー、と1の芯を落とす発言をしているよね。5番が気になる。5番が気になるってことは、1番の白先なんで、1番の芯名が下がるってことだよね。ってことは、9番さん目線、8番の芯の方が高いってことですよね。そこまで話してないけど、5番が気になるってことは。9番さんいや8番さんの S 字発,発言、めちゃくちゃ気になったけどな。もうグレーの中だったら、断然9番さんが黒い。で、6番さんが僕に黒塗りでしょう。そこもよくわからない。 うん、で、9番さんの <laughs>、もう9番さんの話ばっかりですけど、9番さん、理由も何もなく僕から行く。この発言から僕、2も黒も、オ、え、カ、ー、もあるんじゃないかなと思ったよ、2級ラインね、2級ロロ。で、占いに強人が出てる。その差、薄いかもしれないけど、9番さんの話を聞く限り、なぜ僕から行きたいのか、うん、その偽要素言ってほしかったな。 うん、グレーの中では断然9番さんが黒いかな今日は絶対2番さんから言ってください2番さんの偽要素、えー、僕は絶対釣られたくないですね2番さんの色を見たいんでねもしかしたら、えー、と9番さんの発言からして2番さんはあるかもしれない絶対2番さんから言ってください投票を始めてください <laughs> あいオラじゃないべ 4と33は占わなくてよさそうだけど、ね、でよさそうお7番のプレイお7番 まじか、2、3、5、6、9、いやー、負けたんか、これい。いや、この2番の発言に負けるとはちょっと不甲斐ないな。はあぁ、僕、心霊のね、9番さんほぼほぼ黒ロックしてるけどな、あの発言で。じゃあ僕の偽要素何だったの、9番さん。それとも急にロろロろも見えたけどな。この僕の発言、おかしいかな。 いやーも割と納得だった。89はないけど。けどまあでも8が強靭で SG って言葉出さないだろうからな。8がし、で、何の理由もなく、まあ8黒でいいすよことは見えるでしょう。ここの朗々も。って感じたかな。はあ、すみません、ポンコツ例ので2番絶対切ってください。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。 おらはい。<music> <music> さが来ました。そうね、揺らないだいたい当ててますね、二回目で。昨夜死んだのは三番、四番のプレイヤーは発言してください。あエティカ四黒九カリ一あ一四黒か一二セか。うん。 両方なの仕事終わってるんだね、うん。どうしようかな。これは1番さんから行きたい。1、店か。どうなんだろう。自分目線14なんだけれども、うんうんまあ、自分目線14ってたまあ、<今>レギュレーション的に占い師は振動で見てます、うん。っていうところかな。昨日2番さんに入れた理由はあの、昨日言った通り、そういう理由で2番さんに入れましたっていうところ。うん、どうなんだろうね。<laughs> ちょっと考えるね。うん 6番さんの黒要素か。1番さんのちょっと黒要素は分からないから、ちょっと6番さんに触れようと思う。えー、と昨日も言ったんだけど、6番さんはその考察が似てる点で、えー、と4番さんが一番白いと初日に言ってくれた。うん、今の目線で6番さんが黒っていうことが分かったので、まあ、言い方を変えればすり寄って,、まあ、すり寄ってきたというとちょっと失礼だが、意見を合わせてきたのかな。6番さん目線、4の白が分かっていることから4を白で置いたのかなっていうところかな。それが6番さんの まあ黒目で開けておこうっていうところ。うん、<coughs> かな昨日の5番さんの発言も俺いいと思ったけどな、五番さん、例えば1番さんが5を囲っていた場合っていうのは、その <coughs> 俺が1番さんを死んでおいてるところ、わざわざ5番さんが48で黒黒っていう必要性がないっていうところで、俺は5番さんを白いと思った。俺が1番さんを死んでおいてるんである だから五、えー、番さんが一番さんの相方であれば、えー、とそんな自分の意見に反,反発せずに、えー、意見を持っておけばいいんじゃないかなっていうので、昨日、番さん主を持った。現状、九五角白なんだけど、ね、今日は一番さんに行ってください。以上です。のプレイヤーはすりすり。四番、うん、さんにお聞きしたいんですけど、あの今日、一番さんから黒出されてますよね。 でしたら、私の話を45秒余りにわたってする必要ってなくないですかそうだそうだ !16 の偽要素をひたすら拾うべきなんですけど、私の話、一切必要ないと思うんですけど。そうだそうだで、一応今日、えっと、一応宣言しておきますと、えっと、私、角城、角村なので、えっと、一応言わせていただきたいんですけど、今日は2番さんを釣る必要はないですね。2番の陣外か、えー、非陣外かにかかわらず。 えっと今日は46ロラ、ロジャーランにしてください。9番さん。2番さんも。えっと、偽だと思った方に、黒だと思った方に入れてください。ただ一つ気になっているのは1番さん。えっと、1番さん初日、6番さん黒いという予想でありましたが、1番さんはなぜ4番さんを占うという結論に至ったのでしょうか。うん、ちょっと16のプロレスにも見えてしまっています。た点を1番さんにお聞きしたいです。はい。僕からは、 いまいちクロスは拾えてないので。そこだけかな。16に関して気になるのは。うん。現状4番に入れようと思っています。はっきり宣言しておきます。かな。だところで、うん。ほぼほぼ4番に入れようかなっていうふうには思っています。えー、っと、4番視点だと、 昨日、例の,の話すると、4番と2番と同じ視点だったんですよね。にもかかわらず、2番に入れるっていうふうな発言を残しているのも不可解な点です。4番に入れよう。まずね、あの4番さんの来る要素を言っとくと、あのまあ、みんな9番を押してたじゃないですか、招集からな。流れに乗っただけって感じでしたね。とほんに本当に申し訳ないんだけど、9番の。 黒要素って何ってずっと思ったんでみんなバ番黒い黒いって言った時にうんだから何でだろうなって思ってたけどそこ以外は4番さんに引っかかるとこなかったんですけど、うん、だから普通に345に引っかかってたんですけどうんってところですかねで8番さんに言うとするとまず9番さんへの SG 発言ねうんまあ大体それで8の7に切れるかなと思うんですけどまあ切れない方もいると思いますけどねうんっていうぐらいかな 伸びることが大えでも、あと4番さんの発言からして、今日は1とか言ってましたけど、今日は6ですね、あなた目線はね。僕は4ですね、確定なので。うん。うん、えっと、4番さん目線って一応、9と1が新教という場合もあるんですよね。27に人狼がいてっていう可能性もあるはずなんですよ。ただ、あなた目線は1が偽物なのが分かってるはずなので、あなた目線はね。そしたら6は確定黒なので、6番釣りをさなきゃだめじゃねって話ですね。 混乱してるんでしょうね。まさか黒出るとは、黒出されると思ってなかったから。ってところじゃないですかね。うん、もう言うことがないんですね。ごめんなさい。うん。そのくらいです。八番。のプレイヤーは発言してください。六が黒なので、六を釣るべきです。 6番が初衆48というラインをつなげて、今日1番が4番へ黒を出した。簡単な構図じゃないでしょうか。1番は狼でしょうね。1番が強人であれば、4に黒を打つというのは結構怖い行為だと思う。青かつ、えーと、1番が強人というときは2番が狼です。6番が昨日 7,、えー、7番じゃなくて、6番が昨日、あ、7に投票してるんだ。まあ、なくはないか。 なくはないが一番の占いの行為から狼だと思う6番が48というラインをつなげて1が4円黒打ったここのペアですほぼ合ってると思いますであの一、ー、番からその8が 9SG 白なぜ知ってるのかなわ一番やべえなって思っていたんだけれども村全体で結構勘違いされているようで 五一狼だった場合の考察をしたわけですね。僕が五番の席に座っていて一番が相方で初手囲われていた場合なおかつ二一番面になった時発言が伸びなさそうだなと思った吸盤にいきなりヘイトを向けてしまう行為っていうのはあんまり強くないと思ってるから。9番はいいざという時に ええと、1号の狼であれば、21番目で村を釣っても翌日黒を打たれる確率が高いです。その際に発言の伸びないよう初秋に散ってしまうと翌日。 対抗の占いを狼だどこが相方だっていう主張がしづらくなるんですねだから9番っていうのは1号の狼だった場合残したい位置だから1号の狼ではないんじゃないかという発言です僕が5番の席で狼だった時の考察です今日6番つってください9番のプレイヤーは発言してください,、えー、いでも8番さんに言いたいのは48つなぎしたのだっけなと思って うん、5番さんが一番最初に48つなげてたと思うんだけど。うんまあこれ言わなくていいか。6番さんも言ってたのかなわかんないよ。そこちょっとあんまり聞き漏らしてたかもしんないけど。5番さんしか言ってないように思えたんだけどね。6番さん48って言ったのかなうーん。うーん。どっちなんだろうね。4番さんってすげえ焦ってたイメージあるなって思って。うん、で、6番さんね。 うん、6番さんオオカミならってとこだよね、最初ね、初日。俺めっちゃカリードアピールしてたんだけど、うん、めっちゃカリの話してなかった一人で、うん、ワンチャン噛まれんのかなと思ってたけど、よかったね。4に行こうかなと思ってる。6番さんって結構白いなって初日から思っちゃってるからね。6番さんに関しては4番さんを白いと言い切ったのはなんか、 不可解な感じがあった。引っかかった感じがあった。初週はね。で、えー、っと、まあ、3号について、もうちょっと時間使っていいんじゃないかなと思った。4、九を白いと思うんだったらね。と思ったから、何なんだろうって感じだった。うん、ただ、えー、2周目で1は、えー、っと8、6見るんだったら、8が6を加工準備してたぐらい言いなさいよっていう発言がありました。これは確かにそうだなと思って。うんまあ、それ以上に4番さんが強烈に黒く見えた。理由としては、えー、5番さんも言ってたけど、 4番さんの位置で SG 位置は出現でしょうっていう感じで流れに逆らってきた。うん、なんかすごい占われたくなかったのかなって感じがしたよね。私へのメッセージに感じた。私は4番は8番の SG 発言拾ったぞだから占わなてくれっていうメッセージに聞こえた。うん。で、それから、えー、っと、その発言はまあいいとしても、えー、6番は何なんだろうっていう、こう黒位置を決めかねてる感じがあったから、えー、強烈に黒く感じて4番さんを占ったら黒でした。 で今日はなんか自分目線14って言ったよね。うん。4、自分、14狼って言ったよね。4狼なことを自白してるのかなって感じ。うん、で、えー、っと、あれじゃないで結局5番さんの指摘があったからさ4番さんは占われそうだと思って8番さんは6番さんに黒出したんでしょ ?8 番さんは15の2狼だったら9が白くなるとかなんとか言ってたけどだったら5番さん占えば6番さん占った理由言えばそれ、そんなことを追うんだったら。 うん、5番さんに触れる理由がよくわからない。4番さんも8番さんも5番さんに触れてんだよね、結局今日。何の意味があるのって感じ。そうやったら6番さん黒目上げたらって感じ。でも上げられないんでしょって感じだね。じゃあ4番さん釣りで。4番釣って8番釣って終わりでしょって感じだね。うん。9番さんのね、今の8番さんのなんか時系列がおかしいというか、5番さんが4発繋げたんでしょっていう話はもうしなくていいかなって感じ。4番釣りで。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。 はい、発言します。もう自分目線は勝ち確定です、どっちから釣った場合でも僕がシーンなので色を見て、えー、狩人が僕を守ってくれればもう勝ちは確定してます。うん、で一応ですね、まあ、別に言う,言う必要ないんですけど、7番さんの遺言っていうのは、きのう、1番シン決め打ちでいいっていう発言出たんですよね、一番シン決め打ちであれば、えーと、7番さんの視点ではグレーメが最前提だったはずなんですよね。 うん、それどこを釣ろうかっていう話が出てなかったところから僕の手を決めてほしいっていうところですね。まあ、どのどの道今日の釣りは、えー、と4、6の2択ですね。そうですね、まあ、初日の印象なら断然6のが白いんですけどうーん、まあ、ただ1番さんの,その4番さんが自分目線1、4って言ったのは釣り位置の話だと思うんですよね。村目線の釣り位置の話。まあ村目線でも4、6なんですけどね。うん、ってぐらいかな。うん、まあ別に交差する必要が自分目線ではないのでどちらか適当に入れます以上。 投票を始めてくださいべ4番のプレイヤーが選ばれました。 4番のプレイヤーは発言してください。<coughs> そうね5番さんの指摘はあもともだなと思いましたね。あ隠しろに触れるべきではなかった。しっかり5番さんと1番さんの黒目を上げるべきだったなと思いましたね。うんんで6番さんにあの ちょっと捏造されたんだけど、俺初日の初週で9番さんが黒いっては言われてない。ね、うん。そこを捏造されたことを分かってました。俺は9番さんのスライドの発言が多かったのが気になったぐらいかなって言っただけで、決して9番さんに釣り位置にあげたりだったりとか黒いっていう発言をしていない。その発言は私より前順で起こったことですっていうところかなうん。 うんやっぱりオオカミは自分の話するな。思いとててもらえればと思ってますで、7番さんが強人連れていることを願って、明日は6番さんを釣ってほしいですっ思います、ねうん、確かに、えー、自分の,その1番さんを釣ろうっていう発言は、正直おかしかったね。1番さん狂強って可能性もあるからねって思った。それはもっと単純に、まさか苦労を出されると思っていなかったから、びっくりして、そういう発言に至ってしまったっていうところかな。うん <laughs> うん、久々にこの苦労を出されたから正直びっくりして焦ってしまったっていうところは否定した。そこは本当に自分の話ばっかりするね、やっぱ狼は。苦労びっくりしてしまうよ、ね、村だからっていうところを分かってもらいたい。うん、申し訳ないけど、俺のスキルでは一番その黒目を上げられないと思っている。うん、だから4番さんの,その今の発言、捏造されたよってことだけしっかりアピールしておきます。確、うん、かに6番さんを釣ってもらいたい。 いうところ。うん。八番さんが自分目線、シグナル確定しているので。ちょ隠しろの俺が、こんなになんか。ね、考察の八番さんには、本当申し訳ないと思っていると,いところかな。朝六番さん、行ってください。お願いします。ありがとうございます。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は。目を開けてください。占い師はい。 見るほれほれほら笑って。 朝がきました。昨夜死んだのは。九番。うん。一番。のプレイヤーは発言してください。八黒です。例の結果白ろ。二番さん強靭か。まあ八番釣りでいいでしょう。二つって八つってもいいけど。うん。 4番さんの昨日の遺言い言白いと思いました私のクルーサーげられないけどじゃなくて、6番さんのクルーサーげればいいのに、6番さんの話一切なし。自分の話ばっかりでしたね。うん。まあ、全然真に思えなかったね。7番さんやっぱ真だったんだね。私2番さんに入れたんですけど、7番さんの2級にオカミ寄った視点すごい良かったと思いましたけどね。うん、7番さんは全く偽に思わなかったけど。 2番さんが新郎新郎安易追ってその内訳を言えなかったのも偽っぽいと思いましたけどね。4番さんのクレースについては昨日言った通り8番さんもそうね発言ターンは回ってないからね SG っていうのがもう完全な出現でしたね。今日もう8番ずりで、まあ、いいや5番さんに任せようかな。 2番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。まあ予想外ですけどね。白でしたね。なんで、うん、16が黒っていうところですね。そうですね。まあ村は昨日ですね。一応んんまあ、正直相違でね。4番釣ってるんで、うん、まあそのまま決め打ち進行って流れになるかもしれないですけど。まあ僕が真の霊能師なんで。 えと例結果見た結果、うん、えと4番さん白だったんでちょっと村には今日6番移って明日た、えー、1番と8番の発言精査をしてもう一回考えてほしいというところですねうんで8番さんの SG 発言っていうのは別に新占いの口から出ても別におかしくないと思うんですよねそこに対する黒塗りっていうのは結構雑だと思ってるうん8番さんが新占いさん目線で狼に、えー、とスケーブ固定されるっていう発言なんで別に何も間違ってないと思う き、まあ、昨日正直僕も、えー、と6番さんと4番さんの単体精査をしたときに4番さんのが黒いと思って4番さんに入れてしまったただ結果は白だったので、まあ、16狼がつけました今日は、えーとまあ、白角の5番さんが進行を取るんですけど気持、まあ、ち進行っていうかもしれないですけど、えー、と今日う、えー、6番釣ってもう一周発言精査してほしいなって思っていますで僕は、えーと新えー、さっき1番さんに言われましたけど 新郎新度は追ってないんですよね。震度、震でも霊能から釣れば、えー、裏か内のいの。ろ出し安定ですからね、巨人目線で,だけなです、ね。うん、そんな感じですね。以上。五番のプレイヤーは発言してください。うんえっと、8番シーンで、2番死んであってもちょっと申し訳ないです。あの今日、昨日に4番に行ってしまったのプラス。 えっと、これ仮に8番オオカメで2番教授だった場合、6番に安定執行取ったところで安定進行じゃなくなるので、うん、引き続き8番に行かせていただきます。はい、さえっと、なんですけども、正直8-1ではそんなに変わらないなっていうふうに思っていました。2番さんのおっしゃる通り、SG うんんの話で締めが落ちるどころじゃ話じゃないと思っていましたので、あの話が出た段階では1の方が圧倒的に2攻めだと思っていました。裏の考察で。しかし4番視点からその話が出てこなかったので。 プラス、まあ、いざかな。4番さんが、ちょっとライン切り見せたのかなという感じで、6番さん全然は発言伸びなくなったので、ちょっと怖いなというふうに思ったんですけども、まあ、初日の話も聞いていった感じで、決めさせてもらいました。これ8番さんシーンだった時のために一応言っております。8番さんシーンだったら本当に申し訳ないので、はい。 たところかなちょっとあの9番さんに一つ指摘したい話がありましてあの9番さんなんか潜伏しててその6番がその護衛してくれたからっていうふうな,なんか狩猟度に合わせをしていたからそれを感じ取ってくれたっておっしゃったんですけど僕自身全然感じ取れなかったのでそれをんんで例えば次狩ウドの時に9番さん潜伏してあの黒塗ってきた人を黒 っていう考察はちょっとやめた方がいいなっていうふうに思いますが。ちょっと危険じゃないかなと思います <laughs>。もう反省会始めてるじゃん、はい。失礼します。はい、今日8番に入れようと思います。確信してるじゃん。6番のプレイヤーは発言してくれました。あの僕も正直彼のかどうかわからなかったです。単純に考察聞いていても。<laughs> も反省会始めてるやん。みんなで。だからそういっただけなんですけどね。うん。で、あと、 あの僕が狼だったら、キューバーさんがカリドなって正直気づいていたら、多分キューバーさんはボロクソ護衛しますね。うん、ボロクソ護衛しますね。だってキューバーさんの票が必ず入るから、俺に。助けてもらえるからって思うから。キューバーさんはカリドって分かってたねで。あと4番さんに言うが、4番さん釣られた時に、絶対に言わなきゃいけない発言が、2番がきょう、2番が真であることを願うしかないはずなんですよね。 だって2番がシーンじゃなかったら PP で負けですから。なんで明日が続くかのようなことを平然と言ってるのかがよく分かんないなっていうか、人外だなって思えませんかね。そうだまあ、もう5番決めるっていうなら楽なんですけど、僕は。そういうところから。あ,ありがとうございます。<構>後でお礼しますね。おかしいでしょって話。4番札、僕が釣られて、 あのもし8位と4が残っていたら、2番さん、であることを願っているし、願うっていうし、まずほぼほぼ最初に PP ですねって発言が出ちゃいます出てないですよね。PP じゃないですいな感じの全然 PP じゃないかの話しかしないですけど。で、大体わかると思います。うん、はい、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。 いや、そんな死体と喋らないで僕とお話ししの一番で言とすると、六番、あ、9番かな ?9 番が言ったんだっけど、6番を占った理由で言言って言いましたけれども、僕はそれよりも大事なことがあって、1>, 1番が、だからね、SG 出現だっていうのを、1番が村陣営の時に僕はやってほしくないから。それせたのにも本当に必死だった。6番占った理由なんて、 1> 1週目の発言聞きゃ分かるだろうっていう話6番が21番目だったときに4級に対する触れ方が僕は変だなと思いました。狼狼ではやらないかもしれないけど村人にしてはうかつな考察だなと言いました加えて1番が6番に気になるなといったことから1番は6番を書こうこともできるよね1番が6番にヘイトを向けてたから6番を占うのおかしいじゃんと君たちは言いたいんでしょうか 六番占った理由は喋った通りです。で、5番さんは、5番さんだよね、発言したの。諦めないね。霊能をつるにしても、翌日、あ、これ、<laughs> さんまさんの発言だっけか。忘れちゃったけれども、<laughs> 誰が喋ったか、ちょっと。真っぽい方を残して、黒黒結果が落ちたときに、真である霊能を残して、黒先の欄にすることができる。ここ5番さん、5番さんじゃなかったっけか。 この状況、全く意味ではないよね。5番さんが言ってると。いや、もう決め打ちしたんだから。2が強人であったとき困るから。これは3番さんの発言だね。そういうことではないんですよ。何のために、霊能の精査をして残したのかっていう話。2は真です。6を釣りましょう。ダメです !SG 出現ですかそれ村のときに言ってほしくないな。投票を始めてああ、ええ、オラじゃないべ。

いいね。気持ちいいね。8番さんはね。2番さんも。あー、気持ちいいね。この試合ね。いやー、いいね。非常にいい試合でしたね。気持ちいいね。うーん。GG!